南中天下の南に位置する辺境の地、住まう民も草木も獣も全てが天下とは違う異教の大地。南中の人々は自然を友とし、灼熱の大地と共に生きていた。今この南中に侵略者による戦火が押し寄せる。南中へと侵攻してきた蜀を名乗る軍勢、彼らは南中の平定を掲げると各地を次々と襲撃した。南中の民を束ねる大王孟獲はこれに激怒。仲間を救うべく一人飛び出すも、奮闘の中で消息を絶ってしまう。このままでは南中が蹂躙されるのは時間の問題。この危機に孟獲の妻祝勇が立つ。火の神の名を持つ彼女の闘志が南中の大地を熱く焦がす。火の神の末裔祝勇、派手に燃やすよ。味方が諸君の連中にやられそうです。早く助けに行きましょう。それにしても大王はどこに行かれたのか。一人で無茶をしていないか心配です。まあ大王は目立つし、誰か見ているはず。味方を助けながら情報を集めましょう。すまねえ、誰か手を貸してくれ。このままで本人は怒られちまう。ワクワクするね。そこをどきな。一人で来るなんて、見てろ。バカにしているのか。助かった、恩に切る。これで本日は終わる。さあ燃えてきたよ。お見事、見せつけてくれますな。お見事、見せつけてくれますな。俺の名はバタイ、会えて嬉しいよ。俺の心情なのよ。ということで、さよなら。敵将、撃ち取ったよ。よーすまん、この回は戦いで返さねばな。大王、まあ見とせ、味方を助けて回ってたよ。知らねえな。
加勢するぞ。報告、豪客様を発見いたしました。これが火の神の杖の力。私らの戦、見せてやろうじゃないか。だな、わしと母ちゃんなら誰にも負けねえぜ。天霊、東に敵の増援が現れました。やっぱわしの母ちゃんは最高だぜ。